ナチュラルナノ研究グループによる天然顔料と粉砕の研究展が赤金ミュージアム1階新居浜ギャラリーで8月29日まで開催されています。日本画の顔料研究の第一人者であり女子美術大学名誉教授の橋本幸庵先生に今回の展覧会についてお話を伺いしました。まあ、皆さん色とかが何でできているとか、うん、そういうことって普通あまりにも色っていうのは当たり前にあるもんだから考えられないかもしれないんだけど、それを考えていくと面白いのではないかというようなことで、それでその中で日本画では岩絵の具っていうのがあって、それがまあ、ずっと続いてて、岩絵の具っていうのは日本画の絵の具であると言われていますけども、うん、それをよく考えると昔は天然の顔料だったわけです。だから天然の顔料は考えてみたらローマでもギリシャでもエジプトでもみんな使ってる、だから要するに世界につなぐるような顔料なわけです。でそういうふうに考えてくると、なんかそれとあともう一つ、この粉砕の研究点ってありますけども、それをまあ昔から粉砕して作っていたわけですけども、現代の粉砕技術を使っていわゆるなんか天然物の粉砕もそのサブミクロンというか1000分の1ミリ以下の小さな顔料にしてやると、さまざまなことに応用できる、それで工芸とかにも応用できる。だからなんか最初のコーナーは新しい生活みたいな感じで、生活用品にさまざまに生きるという例、ガラスもありますし、はい、織物もありますし、染め物もありますし、中にはインクジェットプリンターで吹き出したようなものもあると。でそれがまあ自然の色から 100% できている。でその次にちょっとコーナーとさせていただいたのが、なんか世界に広がる天然顔料ルネサンスっていうことで、新居浜四国から世界へなんて言って、一つは新居浜の石の色なんかを殻を粉砕してできたものを並べたりとか、あと四国の高校とか中学でオンライン授業なんて言ったのに作った標本みたいなのを並べさせていただいたり、日本各地のそういうものを並べさせていただいて、それにあと女子美の協定校というところでイギリスとかドイツの学校と同じようなことをやったりしました。でこの新居浜の美術館はその粉砕機がある美術館として、皆さんご存知かどうかわからないんですけども、本当にこれと同じような粒子を作り出すことができる、まあ世界でも唯一の美術館だと僕は思ってるんですけども、まあそんなところで最初にこういう展覧会をやらせていただくことがありがたいなと思ってます。天然顔料と粉砕の研究展は赤金ミュージアム1階新居浜ギャラリーで8月29日まで開かれています。